はい、こんにちは、翔太です。ポケットマスターソードシールドのシングルランクマッチ新シーズンね、禁電幻軟体ルール、軟体でマリルールっていうね、化け物ルールをやっていこうと思います。ちなみに2試合目なんだけど、1試合目はね、普通になんかあれだったわ、ルール変わってるの気づいてない人と当たって普通に勝って終わりましたね。でこの試合なんですけど、イベルは投げたいかな、基本的に。まあ、イベルダイナっていう選出になりそうかな。まあ、アーシャロに対してはダイナ1回引けると。で、バンギー崩せるから、ただまあ、イベルでできれば圧かけたいかな。まあ、そういった意味だとね、グラドン刺さると思う。相手トドン投げる理由はないから、トドン出てこなくて、バドに対してまあ、イベルで強く出て、まあ、てかあれか、バド以外に対してはグラドンが基本的にかなり強めだから、まあ、マーシャドウだけちょっと抑えつついければいけるかな。初手だね。できればグラードンから投げたいけど、相手、バドから入るよな、グラードンの重さ考えると。まあ、イベルから入って、ダイナ、グラードンって投げて。で、まあ、バンギが受けに出てくると思うから、そのタイミングかな。で、初手バンギだったら、まあ、ステロか、電磁波の一点読みでグラードン着地から、入ろうかなと思うんですが、まあ一回ダイナに引く選択肢もあるね。まあ、そんな感じで、まあシャドウから来るとね、ちょっと悩ましいけど、鳳凰から来る。まあこれなら僕グラードンから入るの正解だったけど、で鳳凰の形なんだよな。弾とか持ってるやつだったら僕ここダイマ切りたいんだけど、まあ一回ダイナ引きかな。鳳凰もね、ただ僕明確な鳳凰受けはいないから、相手視点はまあダイマ切れるっちゃ切れるんだよな、割と型次第だけど。まあ受けの並びにちょっと見えるけどね。なだれ警戒の番儀引きと鳳凰番儀か。イベルの通りちょっと悪めだけど、これ多分裏の禁電はあれかな、バドレックスかな。さすがにグラードン重いね。まあ、バドが早々に出てくるとは思うんだけど、どうしようかな。毒刺して、で、バドさえ倒しちゃえば、グラドンだと始末できるから、まあ、そのルートでもいいか。ここで毒打つかどうか、まあでも一回毒かな。バンギも一回突っ込みたいっちゃ突っ込みたいと思うんだよね。ステロ巻きしたりとか、いろいろやりたいことあるだろうから。まあ、電磁波入れてくる話も割とあるんだけど。あ、普通に突っ込んでくるんだ。鉢巻きやめてね。結構火力あるね。まあまあパワーあるやつで、どうしよっかな。ダイナ一目ちょっと削れちゃったな。ただあの方多分パワーあるやつじゃなさそうだな。一回引いたのがあんまり意図がわからないんだけど、バンギラスはね、あのイベルタに対して無類の強さを持ってるから、ただこれで僕バンギー崩せるようになったんだよね。ここだい、バド出てくるかな。まあ、ステロ巻かれない限りには、バドに対しては一回引けばいいから。突っ込んでくれると、毒ダメがかさんで美味しいと。で、残飯じゃないから、あ、このターンにわかんのか。残飯かどうかって。ガンプー。まあ、ダイナこの HP 残せるんだったら悪くないか。本当は鳳凰に毒刺したいんだけどね。まあ、ただこれは最後、イベルでダイマ切れば暴れ切れるから、ここグラードンいっとくか。で、グラードンで何を押すかが結構重要で。だからまあ、グラードンでバンギ取れるんだったら、それはそれで僕いいから、考え方的にはちょっと楽かな。ガンプー。相手がね、グラードンを誰で受けるかっていう話なんですけど、ここ僕ガンプをしたいんだよな。相手の裏誰でも割とガンプが通りいいんだよな。一回ガンプ押そっか。弾劾をしてもいいんだけど、引くよね。ほうとかちょっと美味しいけど。あー、めっちゃでかい、超でかい。落ちっかな。さすがに4倍とはいえダメージ量がちょっと少なすぎるか。ただこれ声援で僕焼けてもガンプで落としきれるから、毒ってるバンギと鳳凰なら、まあイベルでやれるかな。
ということで、眼風で。あ、じゃ毒ってるバンギと、バドか。だったら、まあ、イベルでやれるから。オッケー。ほう、遅いな。僕、グラードン、純速まで S 振ってみたんだけど、意外と生きるね。これで、まあ、バド出てくるんだったら、どうしようかな。ダイマックス切るかな。あ、マーシャドウか。これは僕特に、あれだな、損害なく突破できるね。何で切るのがいいかな。まあ、ダイマックスはないと思ってて、インファ押してくるかどうかだな。僕はダイナ下げてもいいんだけど。あー、ダイナ下げるか。まあ、バンギとグラードの対面作れば無限にマーシャドウ削っていけるから、こっちの動きでいいかな。で、ここね、ダイマックス、あー、うまっ。まあ、ダイナが硬いと。ダイアイスだとさすがにダイナやられそうだけどね。ここは一回再生でいいかな。ダイマ切らせるんだったら、僕裏で勝てるから。ここのフォローは多分一応耐えると思ってて、ここのフォローはさすがに余裕で耐えるわ。レンチレンダー氷狙いだね。まあ、ヒットポイントこれでちょっと確保できるから、もう一回は再生押したいんだけどな。でも無限ないな、勝った大フォロー食らわない限りは突破されないね。ただね、マーシャドウでね、大フォローで崩せはするんだけど、その動きがじゃあ強いかって言われるとそんなになんだよな。ダイマックスさん結局無限ダイナを大ホローで倒しに来ると裏にまでね、ダイマックスが及ばないんだよね。だから返せると思ってて、この辺りでダイマ砲一回ぶちかましてもいいけどな。まだ再生っていう手もあるんだけど、ちょっと悩むな。まあでもあれか、タスキ削っとく方が重要か。引いた。オッケー。まあ、バンギにダイマックス砲通るのでも全然悪くないから。これは僕、無限ダイナ残して勝ちかな。グラードンが割と雑に動いていいか、こうなると。まあ、この試合はさすがにもらったでしょ。みんな意外とあれだな、一般ポケモン入れてるな。僕、近年6体で固めてきたんだけど。なんかさ、昔僕さ、カジュアルマッチをやるのがさ、新ルールの時に僕大体動画ネタとしてやるんだけど、カジュアルマッチたまにね、こう、伝説キッズみたいなのがいるんですよ。あれを、抜け人で完封するとかっていう動画がね、割と再生数取れるなってことに気づいて、ちょいちょい上げてたんだけど、今度逆に僕がさ、その、伝説キッズ側になりつつあるっていう話なんだよね。実は、ランクマッチ。ランクマッチの、にいる伝説キッズにね、僕が、狩る側と狩られる側が逆になってるんだけど、うわ、ここ釣ってくんの？やるね、君。君、ポケモン上手だね。いや、これでも、僕突っ込んでいいけどな。タスキ削れるなら何でもよくて、で、あのバンギーはね、イベルでダイマ切って、で、押し切れるっしょ、多分。ガンプでタスキ潰しに行くか。レンチ考えてみるとグラードンにも一貫してるからあれか、打ってきたのか。そういうことですね。いや、グラードンね、ガンプーがね対面性能が鬼上がるんよ。めっちゃ強い。これで弾が打っていいかな。オッケー。さすがに飛ぶっしょ。あ、そうだよね。グラードン強っ。いや、グラードンえぐいわ。こいつのってか技範囲さ、まともに1体で止めるやつ存在しないんよ。オッケー、ラストバンギはまあ3体がかりで押し込んで勝ちっていうか、まあここ降参でしょ。頬にガンプ入ったのがでかかったな。てかガンプ押し込んでたのがでかかった。グラードンのガンプガチだわ。オッケー、GG。
はい、じゃあその続けて2戦目やってきます。ジラーチキチャージラーチキチャー相手あれだな、しかもあのイベルゼルネだね。うーん、イベルゼルネはまあネクロを投げたい、ザシャンにも強いから、まあネクロとにかく投げたくて、でネクロ投げて、いやイベルの形したいなんだよな。物理でも特殊でもどっちでもおかしくないな。そうするとまあザシャンで圧力かける方がいいか。でザシャン投げるんだったらオーガに対する引き先がいないとまずゲームなんないから、うーん、でもイベル投げたいよなジラチ考えると。いやでもイベルがあれか、ザシオーガに対して弱すぎるなあまりにも。ジラーチをどう考えるかだよね。無限ダイナ投げていいやっていう考え方もあるけど、ネクロ、マヒルミなんだよな。ただただマヒルミなんだよな。ザシアンダイナネクロとかかな選出。グラード投げてもいいけど、ザシダイナネクロかな。いやーちょっと初手のオーガだけきついけど他は全部大丈夫。ゼルネイベルにはめっちゃ熱い。あと、いやめっちゃってほどでもないけど、結局イベルの方が分かんない以上は、特殊型しかねこの世界にいなかったらラッキーをとりあえず持ってっておけばいいっていう考えになるんだけど、そうじゃないからな。ジラチから来る、君のやってくることはね僕分かってるんですよ全部。なんでかって言われると僕が同じことしてたからね。で相手の雑誌に対してねちょっと弱くなるんだけど、マヒラスっていいのどっちかってネクロだよなあーさすがにネクロだね、マヒラせるなら。で僕がステロ負けるならそれでいいから、ジラチ多分基本的にあのネクロに対する打点ないはずなんですよ。残飯でさ相手のダメージペイできるでしょ。まあ電磁波から来るとは思っていて、やばい、えぐいの来た。でも僕もこれやってたからね、人のこと言えん。あー、ステロも負けるんだ、君。まあ、僕、イベルいないからそんなに悪影響なくて。ねえ、ちょっといきなり始まってるよ。いきなり始まってるよ。来たー。来たー。飛んできたー。これ PP 切れる方が先だね。ちなみに食らったダメージ2です。まあ、ステラは絶対に負けるな、こうなると。マジ君やる気、ほうやる気かね。全然構わないけどいいっすよ、ジラチの相手ごときね。どっから絶対引くから、引かないの。もうちょ、ネクロ様今からゴツメかぶってこーい、ゴツゴツメットかぶってこーい。ちょステロ、ちょ死に物狂いで僕ステロ巻くから。もう海洋ガに対する立ち回りの落差が全然変わるんだって、ステロあるとないで。イベルタルもそうだけど、お前の今の相手2回は何だったんだよ。都合良すぎるだろ、言ってみろその理由。引けばよかっただろう。そう引くんだったって僕さ残飯回復すんだからさ、相手の PP 無駄にしただけでしょ。引いたらいいじゃないですか。しかもその間に僕動いてさステロ負けてたらさ目も当てられないと思うんだけどな。ね、雑誌投げるかダイナ投げるかはね、まあ、相手視点ダイナ切ると思うけど、アークだったら雑誌に着地したいけど、ジェットだと思うからダイナ投げるわ。さすがに1回ジェット打つ、まあ、それかスワッカーだね。やるとして。ああ、まあスワッカーが一番あるかな。ああ、スワッカーか。まあ、普通に痛くて。ここ悩むよな。相手視点はまあジェット打っちゃえば勝ちっていうゲームだから。僕とっととダイマックスを打つ話もあるけど、まあバーンまで考えるとあれか、さっき再生だな。
ダイマ切るかな、切らない。イベルの攻撃痛すぎるんだよな。アクハギリちょっと受かってるぐらいか、弾じゃなくて。ここをごまかしきれないと負けだな、イベルで。ただアクハの PP は限りあるから、これで3回打たせてるでしょ。あー、いい技持ってるね。それはそれはいい技持ってますわ。ここね、ダイマ切るかな。切るんだったらダイマ砲なんだけど。いや、マジフレか。さすがにマジフレだな。オッケー、デスウィング、オッケー。これだいぶ楽になる。一回マジフレ入ったの超でかくて、これでダイマックスマジで怖くなかった。裏考えたいな。いや、これ裏誰でもマジフレがいいわ。まだダイマックスを打つ時期じゃないんだよな。ジラーチ、ジラーチさ、マジフレマジフレでどう。あ、行くね。オッケーオッケーオッケー。あー、でかー、この急所マジ神。しかも挑発ターン消費できるからね、でか。まあ僕ネクロ引くだけなんだけど、結局でもね、ステロ入ってイベルが削れるからきついんだよね。僕がイベルタル使ったことがあるからわかるけど、ステロがマジきつい。すごい技持ってる。本当に初手であれか、荒らす用のポケモンか。相変は飾りって感じだな。イバンデエースでしょこれ。さすがに引きたいよね。イバン電磁波が丸見えだから一回下げるんですけど、はいはいはい、イバンじゃない、普通に切りに来ただけ。でもそれでな、僕盤面ネクロでってなるとザシャンがきついだけで変わんないんだよな状況。あ、待って待って、押すならステロだったわ。ターン無駄にするんだったら普通にミスった。ここアイヘカだったら引きたかったけどな。ひるんでよかったな、このターンだけは。このターンだけはひるんでくれてよかったな。まあ次あたり電磁波押さない。マジですか、ひるんで技は出せないね。こらえてイバンないってどういうこと。君も引いた。あー、なんか噛み合ったわ。電磁波押されたらやだなーぐらいしか考えてなかったんだけど、めっちゃ噛み合った。いや、これマジでかい、これマジでかい。せっか圏内まで行くんだったら、こう僕ダイマックスを打ちたいんだよな。ちょっとダメ消するか一応。ザシアンで、電光石火で 10% ぐらいまで削んなきゃいけないのか。さすがに無理だな、まだマジフレだね。まあさすがに耐えかねてダイマックスってくる。いや、ラスト1体が見えない限りね、僕誰を切っていいか決めれないんだけど、誰が1体切んねんってさすがに受かんないんだよな。ちょっと無理あるよねこれ。僕なぜかまあ無限ダイナが着地してマジフレを打ってるのが不幸中の幸いではあるんだけど、
アークから入ってくれるとめっちゃ楽。まあさすがにジェットだよね。で次の大アークが待ち資料のダメージになると、そうだな、ゼルメアスはでもダイマックスしてこないでしょ。無限大で失うと僕あれだな、詰むんだよな。かといってネクロを失うと雑誌は無理になるから、引くなら雑誌やんか。でここアークをスターンだから、ザシャンは2回、ダイマックス2ターンは使わせれるでしょ。アーク僕言うて切ってもいいの、ザシャンか。バーンあるならここバーンだな。次のアークはまあ耐えるね。まあ居住でバーンないんだったら楽だけど、さすがにあるよね。それは致し方なくて、そればっかりはしょうがなくて。いや僕ネクロで頑張れると思うけどな。てイベルさえ処理すれば多分ネクロでいけると思うんだよな。大賀だったら霊美にネクロ投げるつもりなんだけど、ここのステロ超痛くて、やばい、これ赤で死ぬな。耐えないかな、ギリ。ギリワンチャン耐える話ない。無理かな。オッケー、神。ここ挑発されてたら超まずかったんだよね。挑発されるのだけがまずすぎていて。いやー、ここマジフレだよなー。ここ挑発ない、ここ挑発だわ。デスウィングはまあ中間だからね。やばい、イベルのが早かったせいでさ、途端に難しくなったわゲームが。ただこれね、これをやれる限りはイベルの火力落ちてくから、僕はやりやすくて。ここ挑発でしょ、ダイマックスでぶっ放すわ、見せたるで。アクハー。ただここのここ再生が一番強かったけど、突然でダイマックスをぶちかまして、耐えるんかーい、お前耐えるんかーい。ここは再生でいいですね。挑発をする理由がないので、耐えるっしょ。でもオッケー。いや無限ダイナがねマジで神すぎる、このポケモンがえぐい。ねここもう一回再生でいいよな。デスイングだった時がちょっとめんどくさいか。いやでも再生でいいな。アクハー、これでめっちゃ楽になるんですよ。いやーマジ揺らしたい。デスイング考えるとさすがにここもダイマックスはね、まあ押すなら赤だと思うんだけど、ワンチャン挑発飛んでくる話あるでしょ。一生挑発押してこないんだけどな。挑発絶対押さないターンに再生が押せるので回復できるんだけど、突然ダイマックス砲ぶちかますのがめちゃくちゃ楽しいな。実際強いからねダイマックス砲、命中も100だしさ。でジラーチがもうほぼ虫の息だからラスト1体次第なんだけど、ゼルだったらダイマックス切ります。カータナは余裕だね、一番楽なやつ来たね。これあれだな、相手無限ダイナめちゃくちゃ重かったな。マジフレでぶっ飛びます。
剣抜きなんですよこのダイナ。オッケー、無限ダイナ強っ。このルールでもこいつ強いな。金電よりどっちかというと一般ポケモンに強いのが無限ダイナなんだけど、言うてね、スペックが、元のスペックがありえん高いからね。来た、ラストステロで死ぬボーナス獲得。あ、GG。お疲れっす。ちょっとこのルールやっていきます。